難航している TPP 交渉はこの春節目を迎えますこれまで参加12カ国は当初おととしのバリ APEC を合意目標にしていましたが実現できず去年の北京 APEC でも先送りとなりましたで今年はアメリカ大統領選挙の動きが夏以降に本格化することから参加各国はこの春までの合意を目指しています,中継です、はい TPP 交渉が漂流するのかしないのかその鍵を握るのは依然として日米交渉の行方ですこのため日米両政府は早ければ来週にも実務者協議を行った上で月末には12カ国による首席交渉間会合に臨む方針です日米協議の最大の焦点は牛豚肉や米などの輸入関税や日本の自動車の市場開放ですこれら懸案についてめどがつけば 早ければ2月にも12カ国の閣僚会合を行い、この春までに全体合意にこぎつけたい考えです。ただ、安倍政権が気にしているのは、オバマ大統領がアメリカ議会から TPP 交渉を自由に判断できる権限を取り付けられるかどうかです。今年のゴールデンウィークには日米首脳会談を行う方向で調整を進めていることもあり、日米交渉はいよいよ最終段階を迎えることになります。